QED シリーズは、高田隆による日本の推理小説のシリーズ。2011年をもって本編が完結。2013年から外伝が散策発表され、2019年には7年ぶりに長編が発表される。全22巻。主人公、桑原隆が事件と共に、古文、歴史、人物に隠された謎を解く。シリーズ名称の QED は、以上。 照明終了を意味する、QED より、外伝作品のうち、ベントスは、ラテン語で、風を、フルーメンは、ラテン語で、流れを意味する。QED100 人一種の主 QED6 河川の、暗号 QED ベーカー街の問題 QED、東照宮の音 QED 式の密室 QED、竹取伝説 QED、龍馬暗殺 QED ベントス鎌倉の闇、 QED 木の白伝説 QED ベントス熊野の残章 QED 神器風札 QED ベントス五霊カド QED カッパ伝説 QED フルメン九段坂の春 QED 諏訪の心霊 QED 出雲神伝説 QED 異性の初行 QED フルメンホームズの真実 QED フルメン月読み QED オルトス白山の日に闇 QED ウグモリカの時 QED 現氏の心霊、ありがとうございます。